皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ちょっとねネタ的に面白いことができそうなのでやってみます。今日ですねちょっとブロンプトンね、まあちょっと調整というかね修理にお見えになりました方で、店頭で確認していただいて、でその方自動車をお持ちじゃないね方でしたので、じゃあちょっとご自宅ねそんな遠くもないところでしたので、じゃあちょっとねうち帰る途中にやってみましょう、配達してみましょうという話になりまして、この中にブロンプトンが見事に入っております。で、まあ、それなりにね交通量の多いところを通ることになると思いますので、安全運転で、行きたいなというふうに思います。無事に到着いたしまして、今からお客さんに、車両のお引き渡しですね、あとはまあのんびり帰るという流れになります。今ね無事に配達のお仕事が終わって戻ってまいりました。ブロンプトンね積んで走りましたけど、まあね後ろに子供乗せたりとかね人乗せたりとかするよりはるかに運びやすい、全然何の問題もない感じですね。これやっぱり荷物たくさん運ぶ自転車っていうのは本当いいなと思いました。でちょっと頑張りゃブロンプトン3台ぐらいはいけんじゃないのという気がします。まあね本当かよという話もあると思いますけど、基本的にこの自転車で確かね160キロぐらいまで人間乗せてもいいと、前後で160キロぐらいまでは乗ってもいいという設定になってるはずですので、ブロンプトン3台ぐらい積んでも、まあ、重量的には全く問題ないと。あとはまあね乗る人間の脚力と技量になりますので、まあそういう目にね合わなくていいようにしたいですけどね、そのポテンシャルそのものはね、今回十分分かることができましたし、ね、タンデムをカーゴバイクとして使うということに関しての可能性が示せたんじゃないかなという、なかなか素敵な夜でございました。